こんにちは、お久しぶりです。海賊チャンネルをご覧の皆さん、増山れなです。今回から新番組を始めます。さまざまな現場に取材に行きながらその声をお届けしようと思います。今日は経済産業省前の脱原発テントが20日の早朝に撤去されたということを伺いまして、その現場での声を聞いてまいります。行ってきます。撤去された夜中に暴力的な形だったということなんですが、このテント撤去のやり方についてどう思いますか？やっぱりね、手順を踏んでほしいのね。それで、普通だったら、通常でしたらね、強制収の時でも昼間にやるはずです。どんな、ね、いかにも国がね意図的にやったようにしか見えない。でなおかつ、マスコミをね事前にリークしていて、でそれを読んでいい場所だけをマスコミに取らせて、大マスコミね、それでフリーの方たちは排除してやっているような状況はとっても問題だというふうに思います。マスコミが事前に知ってたということも大問題ですよね。大問題だと思います。朝の3時や4時にありえないたっていうことなんです。そうで、私が見た時にはある新聞社がね、はい、決定的瞬間を撮りましたというのがデジタル版に流れました、はい、ありえない。夜中の3時にね、はい、うろうろこんなのが歩ってる、決定的なね撮るようなことありえない。それはもう事前に各新聞社、特に大新聞社にね情報が流れていったと考えられる。それはねやっぱり今後も問題がねいろいろあるかもしれませんが、とてもそのマスコミというものの存在がね、最高裁の判決が出たからいずれは来ると思ってたんですけど、夜中にね警備の人たくさん連れてやってきたのはちょっと怒りですね。私たちは聞いてたのは、強制撤去は日が出てから日が暮れる間にやるって聞いてたんですけど、経産省が特別の許可を取ったっていうことがね許せない感じですね。はい、斉藤さんも今のお気持ちを教えてください。私はもうこの状況は本当に情けないと思います。40年前から広島長崎に来られる世界各国の方が8月には来られるんですが、その方たちが何より驚くのは日本にも原発があるということなのです。その方たちは自分の国で反核のために原発にも反対している方たちなので、よもや日本に原発なんかあるわけないと信じていらっしゃると、実は日本にもあるというのを知って大変、こんなことなら日本に来る暇があれば自分の国で座り込んでいた方がずっとマシだってどの方もどこの国の方もおっしゃっていました。私は9時からの演説、1時からもう一回今度みんなで順番に喋り出したんですけども、その時に、希望の牧場の吉沢さんが牛のオブジェをここへ運び込んできたんですね。そしたら警察が10人以上バーッと群がりまして彼を阻止したんです。で警察としては、まあ、テントをせっかく撤去したのにまた何か置かれてしまったら大変だという、そんなのがあったのかもしれないんですが、それにしてももう吉田さんを羽交い締めにせんばっかりにこうなったので、非常にもうそこの前でですけど、僕ら集会してる中でちょっと僕司会してたんですけど、ちょっと心配なんで逮捕されたりしてはいけないということで、ちょっと彼を取り戻したりしたんですが、それをしてる時にその吉田さんをカメラ撮ってた人がいたんですけど、そのカメラマンが捕まってしまったんです。 IWJ の方だったんですか？違います、フリーのカメラマンです、はい、僕は割とよく知ってる人なんですが、でその人が捕まって4人ぐらいでそこの中央分離帯のところまで持っていかれて、さらに向こうへ持っていかれて、
警察の車で運ばれてしまった。羽交い締めにされて、はい、そんな感じ、はい、その容疑はどういう容疑になるんですか？容疑はあの公募です。公務執行妨害で、あのすぐに丸の内署に、まあ、入れられたので丸の内署に抗議に行って弁護士と一緒に話しに行ったんですが、弁護士さんだけが話を聞いてくれた、聞けたんですが、あの公務執行妨害だけど、どういうことをやったっていう具体的なことは言えなかったんですね、向こうは。だからもう本当にあの突発的な、まあ狙いしましたのかどうかわからないですけど、突発的な態度で、でまあちょっとそれでなくてもテントが撤去されて頭にしてるところ、そんなことがあったんですけど、なんとかみんなで丸の内署に抗議行動しに行きまして、丸の内署って面白いんですよ。横にそういう抗議する場所があって、でロープを張るんですよ、警察の方で。ここでやってくれって言って、正門だと中のビル、あのドアが、自動ドアが開いてるときは中のビルの全体に声が聞こえるから、多分それは嫌だっていうことで横に来てる。でそれで横であのみんなでコールをしました。そしたらあの中にいた、中で接見してた弁護士さんの話によると、ものすごく我々の声がよく聞こえたそうです。でその日は2回コールして、それから明くる日も夕方やったんです。たまたま夕方やった時もちょうどあの弁護士さんが接見してくれていて、よく聞こえていた、まあ、本人はいたって元気だったそうなんですが、そして結果的にはもう心配したんですけど、明くる日に釈放されました。で、今沖縄でひどいことをやってますよね、警察権力は。でその同じ日にも、琉球新報か沖縄タイムズ、あ両方だったかな、記者が拘束されましたよね、30分ぐらい。でそんなこともあって、でそれが報道される中で、ちょっとまたカメラマンがここで逮捕したとい いう報道があんまり広まるとまずいとか、それからテントがこれからもまだまだ続ける意思を持ってますので、それに対してまた抗議する口実を与えたらまずいという判断が多分向こう の当局側にあって、それで釈放してくれたんだと思いますけども、もともと容疑は本当に全然なかったんですね。で、まあ、不幸中の幸いで2日間で出てこれたので良かったと思います。今までテントの周りを取材しておられたジャーナリストの方が拘束されたことはなかったですか？大丈夫ですよ。あの仙台原発、はいはいはい、鹿児島県知事が、はいはい、停止を要請する、はいはい、ということがありましたけれども、はいはいはい、今の日本の原発を取り巻く状況、はいはいはい、今これから何を一番私たち気をつけていかなきゃいけないんでしょうか？私たちは40年前から世界中の原発全部止まれっていうのが目的だったんですけれど、それどころではなく、この日本の国はこの福島の事故があったにもかかわらず、なお信じがたいことに原発輸出などということを安倍政権は平然として強行さえしようとしています。それがものすごく恐ろしいことだと思います。あのテントの中にはお茶もあるし、皆さんがあの置いていっている、あるいは乾杯されているそのお茶菓子もあるし、とにかく中に入れば温かい、あのお部屋があって、そういう場があったわけだから、まあ、これからそれ撤去された後、そういつまでも同じ状況は続かないって私は思いますので、やはりあの曜日を決めて集まるとかね、なんか継続性の面で、あの人は割といつまでも一定の緊張感を保つのは難しいから、当然いろんなことがあれば忘れていく、忘れることが悪いっていうことではなくて、忘れることによって生き延びていくっていう面もあると思うんですね。だからその忘れるっていうところではない部分を、やっぱり定期的にとか何らかの形で今後もともにあの核になるようなね、そういう何らかの行動が必要じゃないかなっていう気はいたしますけどね。はい、あの伊方原発の、地元である伊方町で町長さんが引退されて
選挙があるらしいんですよ、うん、なんかそれは私、離れてて自分が出るわけじゃないんですが、誰か原発に対して反対意見を持ってる方が出て勝ってほしいなと思ったり、うん、あと全国で言うと9月30日からは新潟県の県知事選があって、で今の泉田知事が頑張ってくれてることで東電に対してもしっかり声を上げられたりしてる部分があって、うん、そう全国で、新潟県知事選もぜひ泉田知事に再選してほしいなと思いますし、そういった全国での動きが活性化するといいなと思ってます。そのことで言えばかなり前ですけれども、カメラも見ながら喋った方が、山口県のね岩国基地の基地にオスプレイとか配備されるっていうことに反対して、岩国市民のいわゆる地元住民の投票をね、うん、やって反対をした伊原市長さんがね、うん、選挙で負けた時は結局与党である自民党とかね、うん、その与党側の方が予算をね成立させなかったり、それから今沖縄でもそういうこと行われてますけれども、要するに市庁舎の改築の36億円お金をね国の方の負担分出さないとか、もうありとあらゆる方法で兵糧攻めするんですね。でそれを市民にもう一回問おうとして、辞職して選挙して1200票ぐらいの差で当時伊原さん負けたんですけども、その時